おはよう。最近ヨナちゃんの調子はどう？うん、相変わらず咳が止まらないんです。そう、心配ね。うん、少しでもヨナが元気になればいいんだけど、僕には何もできない。そんなことないわ、あなたは立派なお兄ちゃんよ。そうだ、今日はこれを頼みたいんだけれど、商店街から仕事の依頼があったの。北平原の羊から肉を取ってきてほしいそうよ。わかった、すぐ行くよ。北平原に行くなら地図を持って行って、必ず役に立つわ。あ、それからついでに依頼の人から薬草を3個買ってきてもらえる？ちょうど切らしちゃって。はい、これがお金よ。こんなにいっぱい？お金が余っちゃうよ。余ったらヨナちゃんへの薬草でも買ってあげなさい。それはお願いね。いつもありがとう、ポポルさん。急にどうしたの？身寄りのない僕ら兄弟を気にかけてくれて、僕らポポルさんや村の人にはとても感謝してるんです。困った時はお互い様よ。みんな早くヨナちゃんの元気な姿が見たいのよ。だから頑張ってね、お兄ちゃん。うん、わかった。ヨナ、どうしてこんなところに？ヨナ！お兄ちゃん。ダメじゃないか、ちゃんと家で寝てなきゃ。ほら、服のリボンもほどけてるぞ。ごめんなさい。でもヨナね、病気を早く治す方法を探してたの。ヨナ、大丈夫。ヨナは心配しなくてもいいんだよ。いっぱい食べてよく寝たらちゃんと良くなるから。本当？もちろん。それじゃあお兄ちゃんは仕事に行くから、おとなしく家に帰るんだぞ。うん。今減り続ける人口と蔓延する奇病が世界を悩ませているらしい。魔物と呼ばれる黒い化け物も人々の生活を脅かすようになってきた。でも僕にとって気がかりなことはただ一つ。妹のヨナと一緒に今日をちゃんと生き延びられるかどうか。子供だけで生きていくのはいろいろ大変だけど、優しい人の多いこの村でならなんとかやっていける気がする。いや、やっていかなくちゃならないんだ。ヨナのためにも。